氷川きよし佐賀、予備子のイカで親孝行、同じ境遇のみんな頑張ろな。歌手の氷川きよしシが24日までに自身の SNS を更新。佐賀で親孝行したことを報告した。写真、海辺に佇む寿命に色っぽい。インスタグラムで、久しぶりの佐賀県の予備子のイカ父も自分も馬房が大好き、と綴り。 イカで有名な佐が予備子の名店を訪れた様子を公開した。いつの間にか恒例になった両親にできることは全て全力でやってあげたい。父母に産んでもらい働いてくれて一人っ子の私に愛情たくさんかけて育ててくれた。自分に今できるベストのことをしっかりやると両親への思いを投稿。同じ境遇のみんな頑張ろな頑張ってる人たち偉いよ、とも呼びかけた。